あなたはヘイトスピーチを見聞きしたことがありますか？川崎市は2年前、ヘイトスピーチを禁止するための条例を作りました。しかし、大規模な街宣などは減っていても、今も続いているのです。出身地や系統などの違いを理由に社会から排除され、顔も名前もわからない誰かから脅迫される。今この瞬間も、その被害に苦しむ人々の存在を知っていますか？差別は、あるかないかなので、あるんであればなくならない限り被害が続くものです。条例ができても実際に今もなお被害は続いています。2021年1月、抹殺、残酷に殺すのような脅迫的な言葉が書かれた年賀はがきがふれあい館に届きました。さらに3月に届いたチェさん宛ての封書の中には、開封された茶色い菓子袋が入っていました。同封の文章には、新型コロナウイルスを連想させる、コロナ入り、残りカスでも食ってろという言葉、そして14回にもわたる死ねという文字が綴られていました。皆が差別の存在に気づくこと、現状を変えるための一歩を踏み出すには何が求められるのか。ヘイトスピーチのない街を目指して小さなことから活動を続けている方々がいます。川崎駅前読書会、毎週末に川崎駅東口で読書をすることで、ゲリラ街宣の防止と反差別の思いを共有し、市民の交流を図る活動をしています。それぞれが差別に対する強い思いを胸に現場で声を上げる一方で、〇〇さん元気？といつでも気さくに仲間を受け入れる温かなコミュニティがそこにはありました。ヘイトと差別と戦うんだったら、どこかで戦いたい、そこで読書会っていうものを思いついたんです。っていうことを去年の末から始まって、で今2021年の10月の終わりなんですけど、それずっと続けてます。ほぼ毎週土曜日休みになると、ここに同志が来て集まって、まあ、読書をして、このエリアにレースの人たちが来るのを要するに監視しています。差別田波さんが南大山の登山回数を重ねていることを新聞で知り、同行取材させていただきました。あれ、休まないですか？今のはもう便利主義で、人間としての本当の正しい深い意味の生命力を生かした幸福なんていうのは全然忘れてる、そういう形が多いですから。私だけ早く上がっちゃって、お見事ですね。申し訳なかったです。おかげさまで無事に1200回に到達できました。1230回の聖道上人の開山の時に合わせるよう、本当にこれからの精進と努力が一番大事だなと思っております。いや、あ、今日からリハビリ。病名、脳梗塞、左上肢麻痺、高温障害。すっかり施設に溶け込んでいた。最初は全然できなくて、まあ、最初はもう誤嚥を防ぐような嚥下の練習っていうのを中心に、まあ、刻み食で食べられるようになってですね。やっぱり色を作ってからね、あそこまで自分で食べられるようになる方ってあまり例がない。60メートルで、はい、昨日は26周ぐらい回られてましたよね。抜いたんですよ、7月の12日に。外しちゃったんで、でもう医者行かなくてもいいわけになっちゃった。山の中で食料を取れるっていうことは、もう大丈夫なんです。大丈夫ってことだね。前は取れなかった。ああ。おはようございます。
花金修介でございます。保存部の方々のお元気なお姿を見ながら、ここに南泰山1224回の反省の、お知らせを申し上げます。マスさんに言葉をかけましょう。いつも毎日いろんな面で大変お世話になっています。恥か小学校放課後児童クラブプーさんのお家の3年生から5年生15人が参加しました。南泰山に1200回登った90歳のおじちゃんです。皆さんと一緒にお山へ来るから、いつも私が健康管理と体を強くするための山に登っておく、その山です。これからご案内しますから、みんなも元気よくついていらっしゃい。向こうの山入ったら、おじちゃんが遊んでいてくるんじゃ。樹木さん、耳が遠いので、どんどん行ってしまわれました。もう少し休みませんか。The Japanese military government forced the local population to process this seed into fuel for the army. My grandfather was a soldier. He must have been somewhere in Asia. He died when I was 11 years old and didn't speak about the war.Because I never asked him, I don't know what he did in Asia. The war was over. The Japanese military withdrew from Indonesia, but the Dutch occupation remained. Local population had to continue to fight for independence. When I go into the city, I see them driving foreign cars and motorbikes. 3 minutes already passed. I am still waiting.He is still waiting.
They are still waiting. What are we waiting for?はい、ありがとうございます。じゃあ次に行きますね。次、5番目、共にという作品なんですけども、川崎のヘイトを扱った作品です。専修大学の、人たちいらっしゃいます?手を挙げてみてください。お二人ですね。はい、じゃあよろしくお願いいたします。じゃあ、同様にですね、自分たちはどうしてこの作品を、作ることになったのか、この作品での、まあ、いろんな苦労があったと思うんですね。それから伝えたい、改めて伝えたいこと、それから役割分担、その辺をお話しください。どちらから行かれます?じゃあ私から先に話させていただきます。はいはい、専修大学、お願いします。はい、専修大学文学部ジャーナリズム学科の林田由美と申します。今回 このテーマで作品を作らせていただいた経緯としましては、まず2人の中でその様々な社会問題について結構共通した興味っていうものが関心っていうものがありまして、自分たちの結構身近な場所で起こっている問題って何だろうなっていうふうに考えたときに、大学1年生の時にジャーナリズム論っていう必修の授業の中で、川崎市で今度その差別を禁止するための条例ができるかもしれないっていうのを、学んだことを思い出しまして、実際にその川崎市ではコリアンタウンだったりとか、その韓国をルーツにする方が結構多く住んでいらっしゃったりするので、その条例ができたことで差別の問題って実際どうなったんだろうなっていう疑問、あとは、その条例ができてもやっぱりなんだろう、本当に差別のをなくすことにつながっているんだろうかっていう、そういった思いがありまして、実際に現場で何が起こっているのかっていうのを、取材を始めました。でやっぱりこういった差別の問題っていうと、自分たちがどこまでその話に踏み込んでいいのかとか、あとは取材対象者の方にその顔と名前を出してその出ていただくことで、また新しい被害を生み出してしまうかもしれないっていう、そういった懸念から、やっぱりそのどこまで自分たちがその作品を通して何を伝えたいのかっていうのはすごく迷ったところなんですけれども、自分たちが取材をして感じたことだったりとかをその見ている方に伝わったらいいなっていう思いと、あとはそのこういう現状が今あります、あなたはそれを知ってどう考えますかっていうふうに、その何かを考えて行動するためのきっかけだったり、そういったことにつながればいいなっていう思いがあって、この作品を、制作させていただきました。佐藤さん、いかがですか？はい、はい、同じ作者の方の佐藤さんですね。はい、大丈夫です。大丈夫です。すいません。はい、同じく専修大学文学部ジャーナリズム学科の佐藤萌香と申します。このテーマにしたするまでにいろんな紆余曲折があって、環境問題をやるとか、LGBTQ に関するお話にするかとかっていう、いろんなこと、そのテーマ決めがめちゃくちゃ時間がかかってしまった。っていうのがまず一つ大変だったこととしてあるんですけど、でその後その川崎のヘイトスピーチに関してをじゃあ取材していこうってなった時に、私は実際にヘイト凱旋が行われている川崎駅に行って、実際どうなのかっていうのをカメラを持って取材をしたんですけれど、とにかく怖かったんですね。その私はもともと出身が川崎ではなくて千葉で
千葉で、うん、そのヘイトには何もそもそも知らなかったんですけど、うん、実際に行ってみてこれが現実でこれがその風景として溶け込んでいるっていうことが怖いなって思って、それでこの問題を何か私たちが作ったことで、一歩前進するってことはないと思うんですけれど、うん、発信したりこの問題を知ってもらうっていうことに、うん、特に知ってほしいっていうことで、制作しました。で、私は編集を担当して、テーマ決めだったりっていうのは2人でやったんですけど、ナレーションだったりっていうのは林田さんと分担して行いました。はい、なるほど。なんでこういうヘイトっていう問題がね渦巻いてんのかなっていうふうに思うんですね。最近こうネットを見てるとやたらに何だろうな、誹謗中傷が多いですよね。驚くぐらいに、うん、まあそれの大きな表れがこの川崎の、問題なのかなっていうふうに思います。で、チェさんっていう方を取材されて、この方がね、すごくおおらかに、お二人の取材をに対応してくださって、それでよくできたなと思うんですけども、一番なんかびっくりしたのは、この川崎駅前の読書会の方たちがね、まあ、土日にやってらっしゃるようですけども、自分たちが何て言うかな、身近なというか小さな運動という形でね、路上でそのヘイトスピーチをなくすにはどうしたらいいかっていうところで立ち上がってる、この取材をされたことにね、僕は拍手を送りたいなというふうにすごく思いました、うん、こういう活動がいいですよね。うん、だから大きくじゃなくて身近にどう つないでいくか続けていくかっていうことだと思うんですよね。それがなんか波紋を起こしていくことだと思うんです。だからこの作品もね、そういった意味で波紋を起こしていく一つになっていくのかなというふうに思うんですよね。この前まであった、具体的に知ってとか殺せとかいう具体的なひどい、なんか声が聞こえるのは何だろう、これ発信する佐藤弘明さん、すいませんでした先ほどちょっと岩長とタークを飛ばしてしまいまして、もう含めてコメントください。じゃあちょっと岩長とタークのところを簡単に、これ僕は何ですか、全く申し分のないというか、いろんな僕も作品見るときにいろんなこう批評軸をこう立てて見ていくんですけれども、その岩長とタワコに関してはまずはその、一つはそのなぜあなたたちが作らなければならないかっていうような、そのどうやって自分ごとになっていくかっていうようなプロセスがもうこの映像の中からもしっかりわかる。でまずは大学の先輩の話、身近なところから掘り起こしていくとこういう事実が発見されていくと。でそれは決して過去の問題ではなくて、その現在、進行しているその現在性というのがあるし、それをこう確認するためにこうずっと、遺族の方とかね、関係者の方を追ってどんどんこう、まあ要するに発見をしていくっていうプロセスが、まあ、とても本当に見事にまとめられているなっていうことですよね。まあ、テーマ性とか、まあ、ある種の入手性、東京オリンピック、幻のオリンピックのことは知っていたけども、この話は知らないし、やっぱりそのことがこの映像で発見されていくっていうプロセスがとても見事だったなっていうふうに思いました。まあ、もう本当にむしろうますぎるというか、撮影すごい上手ですよね。うん、あと資料の使い方とか、写真を入れるところとかですね、ああいう整理の仕方がもうものすごく上手だなっていうふうに思って見ていました。はい。それで、この、共にという作品なんですけれども、これについても、やはり今お二人がおっしゃったように、
自分たちが撮影したり見ていくことによってこう発見していくっていうことがまず一つ大事だと思うし、それをやっぱり自分ごとにしていくっていうことがこの映像制作を通じて得られたのであれば、それはとても意味のあることだというふうに思います。で、僕も最後の方に出てくるその読書会、読書をすることによってそのヘイトスピーチをさせないっていう、このコントラストは見事だなと思うし、この運動は非常に大切だなと思います。で、まあ、運動そのものについては僕自身もずっと新宿の大久保地区で多国籍の子どもたちと一緒に映像を作るっていうようなワークショップをやってきたりしましたし、実はその今日ここにいらっしゃる栗本さんと一緒に川崎のですね子どもたち、まさにコリアンタウンの近くの場所でワークショップをしたこともあって、まあ、本当にこの問題というのはね、ヘイトだから、このヘイトスピーチの問題があった時に大久保の子どもたちがすごく怯えてたっていうのを僕はやっぱり覚えていて、普通の小学校に通っているわけですね、大久保小学校とか通っている子どもたちがやっぱり怯えていたっていうのを思ってるし、でやっぱりこのお二人が作られたこの映像を見ていても、 SNS っていうのが非常にこう怖い道具になっているし、確かに条例ができたからといって、やっぱり隠れているものっていうのがなかなか見えづらくなっていく。それは、まあ、まさに SNS で表立ったそのデモみたいなことは抑制されるのかもしれないけれども、本当にその SNS を通じたヘイトっていうのが加速していくし、それがなかなか表に出ないっていう問題はこれからの課題としてはやっぱり本当にあるんだろうなというふうに思いますよね。大切な問題を取材されていると思いました。はい、はい、村山さん何かございますか。はい、よく、現場に行って取材したなとは思います。差別って難しいんですよね。僕はヘイトスピーチ自体はもう犯罪だと思ってますけども、差別って割とグラデーションがありますよね。例えばですね、僕50年前にヨーロッパにいたんですけども、何年間かその時フランス人に聞いたんですよ。 お前は俺を差別してんじゃないかって言ったら、いやそうじゃないって、区別してるんだと。差別と区別、それをちゃんと使い分けるんですよね、公共の場で。ということは差別もある。ただしそれを全面的に、つまり肉体的にも攻撃して否定はしないわけです。で、そういうレベルからいろんなレベルがあるわけですね。まあ、言語的なものもあれば、そういう何て言うんですかね、職場から締め出したりとか、いろんな形が実はあって、まあ、ちょっと僕なんかものすごく難しいところがあるなっていう気はします。つまりヘイトに反対してても、いやどっか自分の中にも誰かをこう遠ざけるという、そういう心は僕必ず皆さんもあると思うし、僕自身も持ってますから、自分が嫌なものとかね、嫌いなものに対して、だからそこの部分とこうどうやって重なっていくのかっていうのは僕なんか考えちゃうんです。だからそこのあたりのところを実はもうちょっと この作品で出てくれば面白かったかなと思います。でそれはね、もう一つこの作品でちょっとあれなのは、ヘイトする側の証言がやっぱり欲しかった。つまりその意味ではヘイトスピーチのする、その、まあ、ある種 その犯罪者じゃなくて、それぞれのこう心の中で持っているそのなんていうんですかね、相手に対するこう境界線をどうやって張っていくのかみたいな、そういう心情っていうものはやっぱりもうちょっと出てくると良かったかなとはちょっと思いました。でもよく頑張ったと思います。はい、以上です。お二人はこれからも活動を続けていくんですか？どんなところでもね。このヘイトっていう問題は、多分この作品を作られたことで終わりじゃなくて、ここからスタートだと思うんだよね。で、そういう意味でなんか別なテーマ、別なモチーフを取材していく中で、
のもっと明らかになっていくんじゃないかな、ご自分自身のことも含めてね。だからそういう可能性をすごい感じた作品です。じゃあ次行きましょうね。はい、じゃあ次、6番目、南対仙人の遺言、石川雅さん、お待たせいたしました。あれ石川さん、あ、いましたね。はい、じゃあ石川さん、この作品を作ろうとしたこと、伝えたかったこと、その辺をお話しください。今からコロナでね、あ、音声が入ってません、石川さん。ミュートの状態になってますね。あ、解除しました。はい、大丈夫です。石川雅です。あの67歳、相変わらず山が好きな男なんですが、あのこの田波忠吉さんっていう方は、僕が31歳の時にあの家族で山に行った時に知り合いまして、それ以来のあのつながりがあってて、それで2007年の時に忠吉さんがあの1000回登られてるっていう新聞記事を見ましてね、でそれでこの人の記録取っとかないといけないとかって思ったんですよね。なので忠吉さんが82歳の時から97歳までっていうかな、あの密なつながりとすれば15、6年は密だったんですね。で、15本ほどこの人の、あの絵画は作りました。それとあの2018年にあの東京ビデオフェスティバルに南対さん1000人を出させてもらった時は、あの2014年の忠吉さんが89歳の時に1223回を登頂したっていうのを主にあのまとめたんです。それであの今回あの映画見てご覧になって分かりますように、11月の12日に去年ですね亡くなって、で私もあのびっくりしまして、で11月の27日っていうのは、これがあの私がいつも地元で映画会をやっているんですが、あの忠吉さんは映画は今回出さないつもりであの計画立てていまして、で6番目にあの追悼映画っていうのをあの急遽入れて、あの追悼映画会含めてあのやりました。あの忠吉さんっていうのは大正から昭和、平成とあのずっと日本を見続けてきた人、それから帝国軍人として旧満州に編集あの進駐されたあの戦争のやっぱり証言者の一人だし、あのまあ、あれですね、僕はあの栃木県の、あの中ではあの人間国宝のようなそういう存在の人なんではないかなと、人々に勇気と元気とかを与えてくれる人なんじゃないかっていうのをずっとこのつながりの中で感じていたんですよね。であの亡くなる3日前の日記の項目なんかも書かれてますが、実に自分のことをこうマラソン選手じゃないですが、いつも対話をあの人は続けて、あの人生の最後もあの自分で締めくくったかのようにこう
乗るように亡くなっていったんですけれども、この人の生き様を私は当分続けていきたいなと、映画をまた作ってというのが今回発表した気持ちですね。以上です、うん、はい、ありがとうございます。97歳で亡くなったね、田波忠吉さん、はい、この方、何回でしたっけ、何回さんに登った回数は。公式では1223回あ登り続けた、で映画の中ではね、1224回、達成をしましたというふうにね、映画界ではおっしゃってました。で、もう一つ言いますと、本当に登頂した回数のみを関さんは伝えています。ですから、何度も何度も途中で戻られたこととかは、うん、一切語りませんね。うん、相当数はあるはずですけれど、そういう意味では回数にこだわっていない人なんでしょうね。うん、この方の別の映像だったかな、登っていくと、途中でね、いろんな方たちと接して会話をしながら、そこでなんかだんだんこう元気になっていくっていうかね、そんな感じが、ね、された方なんだけども、この作品は、田上さんのを追悼する作品なんだけど、と同時に改めて、作者である石川勝が今自分は何なんだろうというふうにね、一生懸命感じようということで撮りためた映像を改めてなんか見直しているというような、なんかそんな感じの印象の作品でしたね。だからこの作品を、通したことで改めてなんか感じたこともあるだろうし、それから逆に分かんなくなっていたこともあるだろうし、なんかいろんなことなんかね、洗いざらいなんか見えてきてるんじゃないかな。だからそういうなんかこう、一人の主人公と一人の被写体との一緒に山を歩くことでのなんか関係というんですかね、なんかそんななんか図式みたいなのが非常に興味深く見えた作品ですね。ありがとうございます。千木さんはやっぱり僕の親父のような存在ですね。年代としてもちょうど合いますね。私自身は個人的にですが母子家庭で育った、男なので、父親の姿っていうのが間近に見ることなく育ったことで、自分自身にとっても父親ってのは何なのかなっていうことは常に自問しながら生きてきた人生でもあります。なのでね、千木さんの背中はすごい励みになってましたね。ひろあきさんいかがでしたか、この作品は。はい、いや本当何も言うことはないんですよね。実はもうすごいなと思います。もう本当に今おっしゃったように、その石川さんと山岳映画と田上さんと地域、そういうものがもうずっと長い時間かけてずっと作られていった関係みたいなものが、残念ながらその田上さん亡くなるということでこういうふうにまとまった形にされてると思うんですけど、そのある厚みといいますかね、こう何度も映画祭の時に田上さん登壇されて石川さんがサポートしてみたいな風景が出てくるし、もちろんその山を登るとそこで誰かと出会うっていうようなことがあるし、子供たちと一緒に
登るところもすごく面白いですよね。あの、ね、耳があまりあの遠いので、どんどん先に進んでいっちゃうなんていうところがすごく。あとやっぱりびっくりしたのは、あの、入院されて、一回胃ろうを通されたんだけど、それがまた外れるところまで回復されるっていうのは、ちょっと、あんまり常識では考えられないような、こう、あの体力というか、すごい、こういう人がいるんだなっていうのを、また亡くなる直前までなんか運動されてたというね、ことも、本当にびっくりしましたね。だから、やっぱりそれでも、あの、この方のことを知ることができるのは、やっぱりその、石川さんが撮られた映像があるからで、あの、本当にそれをこう発見させてくれるという意味では、非常にいい、あの、映像を残されたなと思いますね。はい。村山さん、なんか一言お願いします。はい、ですね、やっぱり、いや、石川さんの見てやっぱりうまいなっていうのが、あの、印象です。ね、あの、ちょっとこの流れの中、あの、今回のね、流れの中では、うん、まあ、鈴木さんのその、あの、最初の、まあ、作品ももうにもちらっとそのモノローグやなんか出てくるんですけど、うん、要するに、これは田波さんが、その、あれをこう描いてるんだけど、実は石川さんの歴史がにじみ出てるんですよね。で、僕はそこが面白かったんですよ。ね、あの、要するに、ね、知らない歴史をこう取っていくっていうのは、これも非常に貴重なあの体験で、あるんだけど、どうしてもまだ自分の体に染み込んでこないわけですよね。で、特に若い方 で僕なんかもやっぱ二十歳代の時って歴史に興味なかったんですよ。30代になってから、つまり自分がおじさんになって年を取っていくっていうところを自覚するようになって、歴史というものをこう極めてこう身近にね、こう感じるようになった。だから、それはやっぱり身体にこう、なんていうんですかね、自分が生きてきたあのものがこう染み込んでくるみたいなところがあるんだろうと思うんですよ、歴史。で、そこの歴史観っていうのはやっぱりその個人の歴史観であって、僕はそこがにじみ出てるのが面白かったんですよね。そこのところは、それは田波さんのあの生涯っていうか、その南大山をね、登っていくっていうのをこう絶えず撮りながら来たんだけど、その撮りながら来たその石川さんのその歴史がそこにこう染み出してるっていうか、人生がね、そこが面白かったです。まあ、とにかくやっぱり、ちょっとうまいなと思いました。はい、一言です。はい、石川さんの作品って改めて思い返すと、ナレーションがないとダメですね。それはなぜかっていうと、やっぱりあのご自身のやっぱり人生観というか、ご自身になんかこうフィードバックするというのかな、その関係みたいなものが面白いんですよね。これからも頑張ってください。ありがとうございます。はい、時間がだいぶあの経ってしまいましたけども、最後の作品です。7番目、Waiting for Green という作品なんですけども、これは、はい、ビデオソニック3ってなってますけども、代表の国本さんですか。はい、じゃあ、はい、あの、なぜこの作品を作られたのか、前作の作品とも関係あるかなと思いつつ、いろんなことを考えさせた作品なんですけど、コメントください。お願いします。はい、おはようございます。はい、聞こえます？大丈夫ですか？聞こえます。大丈夫です。はい、国本と申します。ドイツに住んでます。この作品はですね、インドネシアにいる若い映像作家とドイツに、まあ、住んでいる若い映像作家と一緒にワークショップの形で作りました。あ、そうなんだ。ワークショップの、まあ、タイトルがビデオソニックっていう3回目になるんですけど、なので、まあ、それがチーム名になってます。まあ、僕も、まあ、インドネシアに3年前かな行って、で1週間ぐらいバンドンというあのジャワにある町に滞在してですね、そこで知り合った
あの映像作家さんたちと一緒に、まあ、作ったんですけど、あのインドネシアにはですね、前に日本の会社で働いていた時に、あの資源の、まあ、購買という形でですね、まあ、一度行ったことがありまして、まあ、その辺の記憶もちょっと思い起こしながら作ったんですけど、まず、まあ、ジャカルタに着いたら車が動かないというか大渋滞に巻き込まれて、で、ああ車がいっぱいある街なんだなっていう風なのが印象があって、で、そのバンドングって街にもすごい大きい、まあ、渋谷の交差点みたいなのがあるんですけど、そこで、あ、この信号が変わるの待ったら何分ぐらいなんだろうなって測ったら、まあ、3分17秒あったんで、あ、長いなと思って、まあ、そのあたりがですね、ちょっと出発点になりました。あとなんかインドネシアのその街歩いてて猫ちゃんがいっぱいいて、捨て猫、野良猫、あのその猫が、あ、なんかたくましく生きてるなとか思いながら猫を追っかけていったらですね、ある街中にある自転車屋さんに連れてかれたというか、そこの自転車屋さんに飼われてる猫がなんか可愛かったんで、撮らせてくださいってお願いしに行ったんですね。そしたらなんかその自転車屋さんはただの自転車屋さんじゃなくて、なんかこう、まあ、仕事終わった人たちがこう集まって、みんなでこう自転車好きが集まるサロンみたいなところ で、そこでなんか話、今インドネシア語そんなできないんですけど、そんなというかほとんどできないんですけど、まあ、なんとなく会話してたら、ある若い自転車の乗り手と知り合って、でその人は仕事が、まあ、ガイドをされてると。でガイドをしてて歴史的なところとか案内したりとか、でそんなところで話してたら、やっぱりこう日本軍がやったことのところも出て、がやった、まあ、洞窟を掘って、その町 でそこでこう強制労働なんかをさせていたんですけど、そういう話もなんか教えてもらって、あ、それは面白いからぜひ話を聞かせてくださいと言って、したらその方のガイドをされている方のおばあちゃんが実際にそこで、まあ、働かされていた、まあ、農民の方なんですけれども、あの農業されてた方なんですけど、そこで働かされていて、でそこでその、まあ、種を潰して、トウゴマなんかのその種を潰してエネルギーを作って、そのエネルギーがその日本軍でその、まあ、機械なんかを動かす時のエネルギーに、あの燃料にされていたって話を聞いて、ほうと思って話を聞かせてくださいっていうのが、まあ、出発点ですね。で話を聞かせてくださいってとこまで行って、アポまで取って、さあ朝出発だと思ってみんなで車に乗り込んだところで連絡が来て、入院されると、あのご病気で、だから今日はちょっと話ができないよって言われて、うん、機材も用意したしっていうことで、あのじゃあ聞いた話、まあ、また聞きのまた聞きみたいな話なんですけど、その話を自分たちで再現してみようと思って、まあ、実際にその洞窟に行って、でなんか、あ、そういえば服がなかったからコーヒーのを運んでたその麻袋を着ていたって言ってたなとか、あのその種をすりつぶしていたっていうことを、あの聞いてたんで、それをこうパフォーマンスとしてやってみました。でやってたら、そこになんかこう地元の小学生たちがこう見学とかに来たりとかして、なんかワーキャー行ってたので、それもなんかちょっと現代とつなぐので面白いなと思って、で、あの撮影させてもらったりとか、そしてやっていくうちに、一番冒頭で話したんですけど、まあ、僕がその会社員として働いた時に、まあ、電線を製造する会社で働いてて、そこで銅の買い付けをやってたんですけど、まあ、偉そうにインドネシアに背広で行ってあのそこから、あの安くしろ安くしろと連呼していたなというのを思い出して、なんてこと俺はやってたんだと思って、うん、そういうなんかこう経済的なこの、まあ、支配というかですね、まあ、植民地後にこう続いている、そういったところもなんか私が体験したことがなんか蘇ってきて、なんかその洞窟の中でこうガンガンやっていくときに、うん、
で、なんか自分は何なんだろうなとか思いながら、そういう、まあ僕自身、僕の体験も入ってるんですけど、まあそういったあのインドネシアのその若い作家たちとこう5人ぐらいで作って、一緒にこうワーキャー言いながら、なんかこういろんな要素を入れていって、でやっぱりその車の問題というか、環境問題のというか、こんだけまあ車走らせていて、どうでこう地球がこうに負担を与えてるっていうこともなんか意識して、でそこで走ってる車は割と日本製のものも目立っていたの で、 でその撮ったいろいろちょっと話がいろいろこう創作そなんとか入り混じっているんですけど、バンドングっていう町自体がバンドン会議っていう戦後に、うん、1955年にやったバンドン会議っていうのがあって、それが欧米からの植民地支配からこう脱却していくんだって、うん、インドネシアとかエジプトとかの首相たちが集まってやった会議があって、でそういったことをなんかこう独立していくんだっていうか、そういった精神みたいなものがなんだろうな、僕もなんか持たないといけないなとか思いながら、まあ、自分がそういうふうな影響を与えていたっていうルーツもあるんですけど、うん、なんてことをなんかこうみんなでわーわー話しながら作った作品です。まとまらないですが以上です。なるほど、すごい面白い話でした。なるほど、この作品はね、今あの断片的に、国本さんが語られたけども、うん、いろんな要素が入ってんだよね。つまり、日本の歴史、戦前の、軍国時代の、歴史、それがインドネシアにの人々にいかに威圧的に、体制を作ったか、それから戦後やっぱり経済資本を持った日本があのインドネシアをはじめアジアに対してどうだったのかっていったような背景がある作品だなっていうふうにすごく思いました。そういうことから言うと、文明対文化のなんかこう対決軸みたいなね、ことを含めて、私たちは、いや私は待っていると。でその待ってるのは何を待ってるのか、地球の滅亡なのか、地球の未来なのか、そういうなんか現在形にいるというような、ふうになんか改めてなんか、見れる作品だなというふうに思いました。で、ね、洞窟、日本洞窟の中で人々がわーっとこう楽しそうに、だけどなんかいろんな意味を含めてわーっとこう集まってくるじゃないですか。あれはそういうことから簡単に集まってきたんですね、撮影できたんですね。はい、でそのコーヒーという一つの軸で、交差点で、ね、コーヒーの服を着て、立っていると。だからその なぜ立っているのか、なぜなのか、どうしたいのか、だからそこら辺のなんかこう一人称単数の、ING というところが非常に魅力的というか提案になってますよね、というふうに受け止めました。どうでしょうか、国本さん。あ、僕ですか。うん、そうですね。まあ前作は前作との関わりもちょっと聞かれたので、まあ、思い返すと、まあ、少し待つというパフォーマンスに関心を持っていて、もう何もせずにそこに座るというか、まあ、座禅とちょっとつながるところあるかもしれないんですけど、まあ、そこに何か働きかけるわけでもなく座っていることで何かこう生まれないかとか、何か表現できないかとか、まあ思ったりしていて、でまあその公共の場で何かこう、まあ、待つという行為ってまあ日常的な生活の中でみんな行ってると思うんですけど、誰かの何か電話を待ってるとか連絡を待ってるとか、一人で
でもそれをなんか公共の場でやることによって、なんかその待つっていう行為がなんか示すものって何かなっていうのは少し考えていて、で、まあ、待つ時間って結構なんかいろんなことを考えたりするじゃないですか。相手のことを考えたりとか、なんか分かんないですけど、頭の中でいろんなことが動いていて、まあ、それをまた公共の場で人に見られる中でやることによって、なんかまた誰かとつながれるというか、もしかしたらなんかそんなことは考えて交差点で待ったりしていて、で待ってるとやっぱりただ通り過ぎていくのと違っていろんなこと起きるんですよね。なんか待ってた間になんか事故っていうか、なんかちょっとおじいちゃんがスクーターでよろけたりして助けたりとかこんなに車って走ってんだとか思ったりとか、車待ってる間になんか戦車みたいなのが通ったぞとか、なんか車待ってる間になんかなんていうのかな、なんかよくインドネシアでこう屋台みたいなので小売店やってる方がいるんですけど、そんな人渡るの大変そうだなとか思ったりとか、なんかそんなことをいろいろ感じました、うん、はい、ありがとうございます。村山さん、一言お願いします。はい、まあ一応面白く見たんですけども、ちょっと分かりにくいところがありました。っていうのはこれ、まあフィクショナルなイメージフィルムと言ってもいいのかなとは思うんですけども、なんか、本人のコメントではアート作品になってましたね。ああ、なるほどね、うん、だから僕はね、ちょっと足りないイメージがあるのかなと思うんです。それは一つはですね、モノローグで私と言うんですけども、この私は誰なのかっていうのがもうちょっと見える形、つまりインドネシアにとってるから、僕は当然インドネシアに暮らしてる方かと思っちゃうんですね。その私でって、日本洞窟から出てきて私はどうのこうって、おじいさんが軍隊、あれおじいさんがインドネシアで軍人オランダと戦った人かなとか、いろんなことがこう自分の中には起こってきちゃって、そのあたりがちょっとね、見ながら混乱をしてました。だからこの私というものがもうちょっとはっきりするか、あるいはもう取っちゃって、全く取っちゃってイメージだけでなんかつないでいって、その現在と過去をなんかこううまくリンクさせる、でそういうところがあるとよかったかなとはちょっと思ってます。である意味ではですね、僕はもう一つ思ったのは、その信号機が赤から最後は信号機青になって終わりますよね。その3分17秒の間の夢という、うん、つまりジャンコットの詩人の血みたいに、うん、1秒か2秒の間にこう起こったことを1時間こう、ね、イメージしていく、うん、そういうものなのかなと思ったりとか、いろいろ考えるわけですよ、うん、そう見ながらね。ああ、うん、だからその辺面白いんですけども、だから僕にとって一番ちょっとあれだったのは、そのモノローグの私がちょっとどこにいる人なのかっていうのが分かりづらくて、でそれを、うん、イメージにしてもう一つ足してなんか、うん、分からせてくれると、うん、なんとなくこういろんなこうなんていうんですか、僕の中のそういう、うん、イメージが膨らんでいくかなとはちょっと思いましたね。はい、それだけです。はい、私学生時代にね、演劇をやってましてね、だからそこで五度を待ちながらというね、演劇に出会って、つまり五度っていうのは神様のことらしいんだけど、登場しないんだよね。で、ただ待ってるだけの演劇なんだけど、でそのこととこの、私が待ってるというのはね、つまり主人公の、人が待ってるんじゃなくて、なんか見ている僕が待ってるというかな、そういう受け止め方をしたので、自然体としてなんか見れましたね。だから当然作者は日本と関係ある人だろうから、うん、なんか自分の父親のこととか、いろんなことを考えながら、軍人だと父親のことを、背負いながら、それから戦後の経済で、それこそセールスマンだった、親戚のことを考えながらとかね、だからそういうことをなんか等身大で見れたなと思いますね。うんうん、弘明さんはどうですか？はい、僕は
さっき村山さんがおっしゃったような、その私のこう分からなさみたいなことも、まあ、含めて非常にこう刺激的だったなと思っていて、まあ、いろんな分からなさがあるんだけれども、うん、その分からなさがこうなんか混乱が割と心地よくて、うん、いいなと思ってました。でさっき黒田さんおっしゃったみたいにね、ダーッとこうものすごくおびただしいこうバイクなんかがバーッとこう向かって向こうにずっと行くときに、なんかあった一人だけ反対側を向いてみたらすごい違う景色が見えるみたいなことっていうか、なんかそんな感じもするんですよね。一回立ち止まるっていうか、みんながバーッて行ってるときに一緒に行くんじゃなくてちょっと立ち止まって違うとこ見てみたらこんな風に見えたっていう、なんかそんなところが分かるような気がしていて、でやっぱり僕たちは何を待ってるんだろうかっていう問いかけが見てる人にもされてる気がするんですよね。だから僕は何待ってるんだろうかって、そのグリーンっていうのが象徴的だけれども、でやっぱりそのパフォーマンスもとてもいいと思いました。その一つのこう何ですか、アーモンドみたいなあれから油を作るっていうところからどんどんパフォーマンスに発展していって、交差点で一人でこうやって立ってるとかバイクの後ろに乗ってやってるみたいなところがすごくやっぱり何ていうんですかね、情報じゃないんですよね全然ね。何かを伝えるっていうその事実とか情報を伝えるんじゃなくて、何かこう想像力を問いかけるみたいなところがやっぱりこういう作品にはあって、なんかそういうキャッチボールがすごく見るものと作る人のキャッチボールがすごく面白いなと思って、見てました。はい、はい、石川さん見てるとあれですよね、田波さんのご子息ご家族の方よりももっと肉親ですよねというふうに改めて痛感しました。 ありがとうございます。はい、それで予定では12時ぐらいに終わるつもりだったんですけど、延々と長くやっていたし、やってしまいました。まあごめんなさい、お腹も空いたことでしょう。で今日のこのことをですね、ほとんど編集なしで、見れる状態を12日ぐらいから、サイトで載せますので改めてご覧になってください。それから一つの作品につきダイジェストをちょっとずつ入れときますので、はい、今日はご協力どうもありがとうございます。それで3月の20日、生放送生中継という形でですね、審査最終審査を行います。でグランプリを、選びます。はい、何になるかさっぱりわからないんですけども、それでもしその方がですね、その方の作品が、選ばれた時にはお喜びの言葉もしくは感想等を含めてですね、一緒に審査会に参加していただくような、段取りを取りたいと思います。ですのでZoom、ウェビナーというのと、それからあと一般の方は、YouTube で見っぱなしの形なんですけども撮らせていただきたいと思います。ですから皆さんはご招待というかいつでも参加できる形を取らせてください。今日はどうもありがとうございました。本当に長く失礼いたします。はい、はい、じゃあこれで終わりです。はい、ありがとうございます。退席してください。ありがとうございました。はい。